どうしよう、もう肉食えないんだけど、このまま残したまま行ったら吉田さんが怒るかな。もうお腹いっぱいで食えません。忍法、自分の部屋に行くの術。ドロン。仕事片付けてってね。仕事片付けてね。悪いけど。片付けてってね。悪いけど。片付けてね。自分で散らかしさん片付けてってね。悪いけど。よ。片付けてね。もう何回も片付けたから、もう嫌だから私。ひどいよ。みんな片付けないんだから、スカッチャー。ひどいよこれは。もう嫌だよ私。こんな人の片付けばっかりして生きて、もう嫌だよ私も。そうだよ。金は使われるわ、片付けさせられるわ、かわいそうだよ、こんなんで生きてたって。ひどいよ、これはひどすぎるよ、人生、私の人生、ひどいよひどいよ、もう片付けたんだから、一回こんな人生ないから、本当にひどいよ、しも片付けてね、これ、悪いけど片付けてね、片付けてくれる？悪いけど。ムカつくから。ちゃんと片付けてってね。悪いけど。自分が作ったもんぐらい、まとめて。ゴミに囲まれて生きてるようなもんだから、こんなうちは。いつもそう思ってるから。だって何もしないんだもん、男が。そっちもまあ明日ゴミ出しやつからやった方がいいよ、もう。めちゃくちゃだよ。のりたまだって食いや食いっぱれでどこいでもほっとくし。もう嫌だよ、こんなの片付けるの。疲れちゃうから、私。もういいよ。疲れたよ。なんでこうに飲んでやびっぱれなんだろうね、なんでも。もう疲れたよ。これでデイサービス行けたって無理でしょ、こんだけこっち疲れてるんだから、うちで。無理だよ。こんなうちありゃしないよ。本当にもう地獄に来てるようなもんだよ私。毎日こんなくだらねえ人間いねえで、本当にくだらねえ子供だよ本当。毎日遊んでてクズがよ。こんなクズいないよ子供で。ちょっと片付けて、どんどん。こいつで。約束違うじゃない、これじゃ。片付けてね、どんどん。ゴミ出しやってくんない？明日ゴミ出しだから。立てっぱもテレビで見て、手ちっこもやるけん。どうなの、このうちは。本当に。やる気ねえから本当にすげえなと思うよ。散らかしちゃう言い分だからいつも。しもう片付けてくんない？これ悪いけど自分で片付けるって言ったよね。みんな外して汚れさんでやってくんない？悪いけど私頭が来るから、あんたの言う言葉聞けねえから本当に。人の金みんな踏んだくりやがってよ。何でもすごいよ。こんな子いないよ。自分じゃ働かねえで。親を、いいようにさ、親の金、一生懸命働いてきた金、めったに使ってさ、高いもんからあるもんからめった買って。こんな子いないよ。ほんと。人生いない。こういう子は。こういう子はいない。こんなクズはいない。人生に。そうでしょ、だって。バターあんだけ全部入れてこれを洗うっつんだから、バカだよね。こんだけ入ったバターをね、洗えるわけねえだんべ。水ほど減ってるよ。バカだね。うん。それより使うバターを少なくするように死ぬんかいです。ほんとクズだよね。言ってることがすべてクズ。たまげるよ。こんだけバターをね、こんだけついで、全部入れちゃってんだから。
クズに決まってるよ。このバター何使うんだい、知らねえけど。自分が入れたんだから、こんなに入れる必要ないんだから、何でも関係ねえよ。もうどんどん向こう行ってもらいたいよ。どっか行っちゃってもらいたいよ。もういなくていいから、こんなクズ。こういうの片付けてもらったよね。のり玉とかこういう自分でこうみんな使ったんだからさ、今少しきちんと切れねえかね。まっすぐ切り方も下手くそだな、何やっても。本当に几帳面じゃねえな、バカだ。バカはこんなもんだよ。何もできねえから、クズだから。クズは何もできないよ。なんでこうやって私ここまでやんなくちゃなんかな。もうやだよ、こんだけ散らかされちゃ。もう勘弁してよ、本当に。何回片付けたら気が済むんだよ。もうこの家にいたくないよ、私。もういやだ、もういやだ、もういたくない。この家にはこんなクズ抱えて、こんなクズいねえから、人間の。もう嫌なんで、もう嫌だったから、私人生がもう嫌だった。いや、これこのご飯私が食うから、明日これもったいないから、このナッパで、自分で炒めたナッパで食うから、このご飯は私が食うからいい。もうこういうバカか、抱えてるとムカつくから、これ明日は私のご飯だから。明日、あ、でもデイ君だったらこれ食わないわけだよな。困ったな。もうこんな状態でデイなんかいけねえよ、僕ごとで。やっと歩いてんだもの。もう無理だよ。もうこれ以上無理したくねえよ。もういいよ。疲れたよ、生きてるだけで。もうやだよ、こんなんで生きてんの。ここまでクズ抱えて行きたくねえわ、いつまでも。よく生きてられるよね、普通にね。38にもなって働かねえバカいないで。ほんと最低だよ、人間としてクズだよ。誰も働くんじゃないの、生きるために。誰も生まれてきたらさ、生きてくるために働くんが人間じゃないの。そう思うけど、あの子は何考えてんだろうね。クズだよね、あんなもん。何回人に口荒らしたら気が済むかね。すごいね。もう私も頭きてるからさ、何度も何度もさ、もう自分でやってもらいたいよ、何でも。自分のことは自分で作った借金は自分でなした方がいいよ。私が作った借金じゃないから。借金借りてる人間がこんだけ派手に使うんだから、間違ってるよ。そうでしょ。借金があったらもっとつつましく生きるのが普通じゃない、普通の人間じゃないの。借金があったらもっとつつましく生きるんじゃないの、自分の取りであれで働いて。私はそう思うけど、自分は楽してパラ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 いろんなもん買ってきて、みんな親の金で。すごいね、すごいね。私はもう自分で働いてきた金、使われねえようにこれ追い出した方がいいよ。もうこんなもん必要ねえから、自分の子じゃないから、こんなもんいなくたっていいから、いなくていいから、もういてもらいたくないから、うちに出てってもらいたいよ。すごいよ、すごい、もう何でもすごいよ。これ半中杯もいっぱいここに。いいよね、みんな贅沢ができてね。贅沢だよ、みんな。すごいよ、贅沢だけ。贅沢やろうね、みんな。
すげえわ。缶チューハイもいっぺんあるし、すげえね、こんだけ飲んでんだから。いいやね。みんなバラバラになった方がいいよ。どんどん出てってもらって。二人ともいらねえから、はっきり言って、二人ともいらねえから。こんな奴らできたら自分の金なくなるから。私が一生懸命働いてきたお金みんななくなっちゃうよ。1月になったって誰も金を起こすもんいねえもの。そうでしょ。月が変わったって誰も金持ってこねえよ。私の金で生きてんだよみんな。おかしいよこの生活は。おかしいよ、誰が考えたって。こういう家はないよ。こういう家ないじゃない。もっとそう思うけど、私の金で生きてんだよみんな。電気料が2万2千だよ。水道もそのくらい行くよ。水道と電気でもう4万だよ。の私嫌だね、こんな2人抱えて。悪いけど月が変わったって金持ってくるもん一人もいねえから。すげえよ、すごいよこのうちは。金のありがたみっつの知った方がいいよ、ここ出て。本当に自分で一人暮らししてどんだけ金かかるか分かった方がいいよ。ひどいよこれは。これはひどいよね。ムカつくよね、こいつら返して。そうでしょ。ご飯食ってみんなやりっぱなしでしょ、何でも。ひどいよね。何回私片付けてるか分かんないよ本当に。こんなことばっかりだよ毎日。うん、今ね怒ってるの、にゃんこちゃん、しんごね、すごいよ。私指輪、うん、これは自分で買った安いやつ。しんご悪いけどこれ片付けてくんない。悪いけど、あ、これ片付けてくんない。自分で散らかしたもん。こんな子います？みんないると思います？こういうバカが、うん、文句ばっかり言うねったってさ、こんだけしちらかされてムカつかない？いないよね、うん、しんどいねって、うん、しんどいよ私、うん、お疲れ様って、うん、私嫌になるよこんな子抱えてね。外縁ここやってみんなこぼしてるよ。拭いてないんだよ、何にも片付けてねえんだよ。もう嫌なんだよこういう人間にいられるの。こんなもん放り出してぶん殴ってやるか、これ放り出してやるか、茶碗ぶっかいてやるか、ここでお皿をやつほど腹が立つから。こんなクズが食ったもんムカつくよ、このクズガキよ。いつまでもブラブラしてやがって、働きもしてえでよ、ムカつくよ本当に。人の金ばっかり使ってよ、何でも私の金だよ。そうでしょ、どんだけ使われたか、自分が働いてきたかね。こんなバカな女いないよ。こんなもんはめった買うしよ、バカだから。こんなもんめった買うんだよ、こんなもん邪魔なんだよ。めったあっちこっちいろんなもん買ってきちゃう。こんなのあるんだから、買わなくたってあるもんだから、なんで買うんかね、こういうもの考えられないよ。あるもの買うつは考えられないよ私。あるものなんで買うんかね。ねえそっちさ、明日ゴミの日だってさ、出してくない？いっぱいあるよ、すごいよ。やっとかないとできないよ。テレビ見るのはいいけどさ、出してくんない？ここまでゴミがあるとイライラしてくるから。私もテレビ見てずっといるけど、ゴミ出ししてくんない？そのくらいすごいから、ゴミに囲われて生きてるようなもんだから毎日。ねえこれ出してきね、ゴミを。どうしようもないで、ゴミだらけだね、あっちもこっちも。
どうしようもないで、これじゃあ本当に涙が出るで、自分のうちがここまで汚くちゃ。もう嫌だよ、こんな生活は。普通じゃないかね、あの子は。普通の人間じゃないかね。人の金騙し取るんだから、すごいから、すごいよ。あんなの鬼だかんね。あんなクズいねえかんね、世の中に。自分じゃ働かねえで、親の金を取って。ずうずうしい野郎だよ。あんな子供じゃないよ。ずうずうしいよ。てめえの部屋はゴミだらけだよ。あんな部屋に住んでるやつはいねえよ。人間のクズだよ、はっきり言って。クズに決まっているあんなやつ。頭もねクズだよ。笑うわ、本当にクズで。あんなもんに入られたらかなわねえわ。うちが悪くなっちゃうよ。あんなもんよりうちの方が大事だから、私。あんなもんどうでもいいんだよ、あんなクズガキ。もう嫌になったよ。どうしたらいいんだよ、私も。本当に大丈夫ですかって、しばちゃん、うん、でもあの子ひどすぎない、これね、うん、これひどいじゃない。でも使えば使いっぱなしでね、次から次香辛料とかいっぱいこうに買ってくるわけよ、いろんなものね、置きっぱなしだよ全部。ほんで、ま、前買ったもん上にあるんだよ、同じ外縁が。こうに金遣いが荒いんだよ。人の金だからいくらでも使えるよ。うん。もう食べないのって。私は食いたくない。うん。そうですねって。うん、そうだよね、しばちゃん。同じものをね、買ってきてね、みんな悪くするの、こうに。ね。外縁二つはいらない。そうでしょ、うん、余計なものを買って、散らかってって。そうだよね、うん、そう、わかるよね、うん、いつも2個ずつ買うわよねって。そう、ひどすぎるって。毎回片付けない、わかってくれてる、うん、ありがとう、みんなありがとう、うん、わかってくれるよね、うん、だってね、あ、こうやってご飯食べて逃げちゃうわけだから、いつも。ほいで、やかんとかね、油が跳ねてる。ほいで、このね、ここにね、バターね、まだあるのに、みんな入れちゃったん。バターがね、ここにうんとあるの。これ。これね、バターがこんだけあるの。ね。バターをね、ね、これをね、うん、このバターをね、洗うって言うんだから。ほいさ、洗い場ね、洗い場が詰まっちゃうよ、こんな油やったら。それよりさ、バターを少なめにして、取っとけばいいじゃない、バターを。なんでそういう頭ないんかね。うん、ね、トイレットペーパーで吸わせるバター、うん、そうか、ピアちゃん、うん、固まる。これをね、流しやったら流しがね詰まっちゃうよ、うん、キッチンペーパー買いましょう。だけどさ、施設に入れば平和になるよって。そうだね、うん、そうだね。すごいね、この子ね。親子もいいとこだよね。すごいね。今、TikTok ライブ 2B がやってて、閲覧11万くらいやってた。そんな関係ねえわ。キムタクの YouTube が全然伸びてないっていう。タイミング悪いと思うけど、いろいろ。私、こんな関係ねえもん。何が、そんなの関係ねえよ、ほら。関係ねえよ、あのバカ。早く出てけ、片付けろこれ、クソガキ。キッチン使うたびに怒る、うん、息子の何。だからちゃんと片付ければいいよ。やりっぱなしでしょ、これ油すごいですよ。これ私が全部片付けるんですか、このやかんの油と。ね、すごいですよ。こんなのないでしょ。ほんで年中いろんなものを金か買ってくるでしょ、私のお金で。ひどいと思わない？
出てた時止めたよねってこう昔のことを今言わなくていいんだよ、今出てってもらっていいんだよもう、うん、慎吾さんはどうやったら怒られないのか、すごく今日は二人のって片付けは夜だけにしたら吉江さん楽になりませんって、そうだよね、昼間も焼いたんだよ、こう2回目だよもう疲れてよ私も、普通の体じゃないからさ、うん、だってさちゃんと片付けられないんだよ何でも、わかる？先読めないの何でも、先読めば失敗はないから、さっきもそうでしょ、ここ落っことしたでしょ鍋の蓋は、あのフライパンの蓋、これ全部取らなきゃもう取れないって言ったでしょ、頭がないんだよ、ここに閉めるときぶっついてるものをどかせばね、ここに閉めようとしてフライパンのね蓋がおくり開いちゃってるわけ、ここね、おいでさ、おい閉めようとしてぶつかるものをね直せば取れますよ蓋、私取りましたよ、これ外さなくても、頭ですよ頭、頭がないんだよ、これ全部取らなきゃ取れないって言ってる、頭ですよ、どこがぶっついてるかよく見るね、でぶっついてたものを取り除いてちゃんとまっすぐしてやれば閉まりますよね、開きますよ、取れますよね、頭がない、頭がノータリン、うん、ノータリン、うん、ああ困ったね、うん、私もね疲れるからね、うん、もう2回だから今日2回片付けてる、1回ならいいよまだ、うん、1回なら怒んないよ、うん、でんちゃん吉江さん一人で安心しようしなよってね、うん、ああそっか、うん、そうだね、うん、こんなのね2回だよもう嫌だよね、こんなの2回も片付けるの私辛いですよ、はっきり言ってね、うん、辛いよこんなの2回も片付けるってのは辛いよね、肉なんかねめった買ってきない方がいいよ、前の肉が冷凍室に入ってんだよ、もっと豪華なステーキが、それを使わないでまた買ってくるわけよこうやってね、自分でね使ったものをね片付けられないっていう人間は一番クズ、悪いけどね、うん、クズだよ、うん、本当にクズもいいとこ、これ食うから食っちゃうから片付けるに、こんな皿置くん嫌だもん、ここに嫌でしょ、食わなきゃどうしようもないじゃない、食わなきゃ片付けられないよ、気持ち悪いよいつまでもここに置きっぱなしは、私嫌なんだよね皿をここに汚くしておくの、私の性格は本当嫌だ、うん、うまくもね、うん、うまくもねステーキ、うん、ああ気持ち悪い、ああうまくねえけどこれ洗わねえと気持ち悪いから、私こんな少しぐらい残ってんの、こんなでかい皿置きたくないよ、ここに。きちんとした方がいいよ、ここ。気持ち悪いよ。恐ろしいね、人生ね。恐ろしい、わさびもこんなに出してる、ね、肉の量と考えて出せっつ、わさびもこんなに余ってるね、バカ、うん、バカね、そっちさ明日ゴミの日だから出した方がいいんじゃない、ゴミ朝じゃなくて
すごいよ。よくないよ。猫のうんこもあるで、あそこに。猫うんこしてるよね。いいよ、じゃ困るんだよ。ね、ゴミ出し。猫もうんこしてるよ、あれ。いっぱいあったって、やったやるや、やるんだよ。やないよ、ああいうところの残してあったよ、この間。いっぺんじゃなくていいだんね、お前も。いっぺんじゃなくていいだんべって、ずっとテレビ見てさ、一日パジャマ着て遊んでんだ。いいの関係ないんだよ。遊んでんだからさ、ゴミ出しぐらいしなくったら、あんた、悪いと思わないよ、私に。私のカードで毎日ビール、缶チューハイ飲んでよ。バカだ、やる気ねえよ。家にいる以上助け合うのよ、おじいって。そうでしょ、明日でいいと。いっぺんじゃなくていいと。ああいう言い方、ふざけてますね。そうでしょ、こういう人しかいねえんだよ、私には。本当だよ、こんな人しかいねえんだよ。こっちはあいつの食ったもの片付けてんだよ、あそこにあるもの全部ね。テーブルも拭かないときあるよ。私が全部テーブル拭いて。そうそう。カインさんの言う通り。二人がダメ。どっちかがしっかりしてればいいんだよ。二人がダメ。そう。二人がよってやろう。ね。